ツアー、フィーリンハイツアー、フィーリンハイツアー、フィーリンハイツアー、モンカメタメ思うヒーロード湧き上がる情熱、レッツミスクバーレブル、不安でも恐怖も全部飲み込んで自分で認められたら何にも怖くない。前回こうツアー重ねてきて、まあもともと思ってることなんだけど、今回より強く思ってるのは、見に来てくれてる人も含めて全員で一緒にライブしたいなっていうのがもっと本当に明確に出てきて、俺らだけじゃなくてみんながいてようやくライブが完成するぐらいの気持ちで一緒に楽しんでもらいたいから、うん、その分俺らもライブってこうやって楽しむんだぜみたいな、もっとこう行こうぜみたいなのはどんどん提示していきたいなって思って今回始まったかな、うん、ライブはライブで、なんだろう、自分らのこうやったことに対して反応をみんなしてくれるし、やりたいことをちゃんと直接人に伝えられるのがやっぱやってて楽しいかなと思う。ツアーに関しては大変なこともめちゃくちゃあるけど、でもその知らない地に行っても見に来てくれるお客さんとかもいるし、タワレコとか HMV とかそういうところでも展開してくれてたりするのは、やっぱ行ったらやっぱテンション上がることがやめらんない理由の一つかなと思います。いいじゃん自分がまた沈んだやつ、何人も見てきてみろって毎回今しめる、言い聞かせる満足しそうな、うっかり空腹を忘れたら振り出し、自分のかっけえと思ったものを信じよう、何にも考えない、考える暇があったらね、やれることやらんと、これを見てる人が信じてる通り、あ、こういうバンドだと。根底として一番下にある軸としてドラムがあると思ってるので、ジンが歌いやすいようにとか、ヤマモが弾きやすいように、キム君がやりやすいようにっていうのを意識した上で、日によってやっぱりお客さんの捉え方って変わると思うんで、その日のお客さんを一人一人見て、こういうのどう、こういうのどうっていう風にいただいてます。投げかけるようなことはすごい考えてるかな。やっぱり全員でライブしたいなっていうのを常に、うん、考えてるかな。もっといろんな人に見てもらって聞いてもらって、
俺らを知ってもらえるといいかな。基本的にはやっぱしっかりドラムを聞いて、あとは力まず、結構力むと音が揃わなかったりとかするから、そこはすげえ意識しながらはやってるけど、できてるかどうかはわからない。ちょっと尻尾向けてもいいですか。何やってんの。溢れてるからだったら、それをいかに変えて、どうインスパイを受けて、どう表現するか、3つしかないものを使って 3×3×3、 9、27通りあるんだとしたら28通り目を探すぐらいの感覚、かっけえなと思ったものよりもっとかっこいいもの、それよりもうちょっとかっこいいものを作りたいなっていう気持ちが俺は好き。で塗り固められてる、そんなことしか。ヤギ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 やっぱり逆に声が出づらいからこそ、普段放ってた言霊とか魂にもちゃんと力があるんだっていうのをなんか気づいた気がして、あの日尾道 BB でやったライブが俺の中では一つのターニングポイントになったな。すぐじゃねえと、こうか。よくこうやって押さえながらできた。ありがとうございます。しょうがない、ちょっとちゃんと練習しないとこれダメだろ。こういうのね、こういう余裕袋でできるもんだと思ってやっちゃダメ。うん、多分ね、ちょっとシャープ今まであんまり見ない景色とかが結構たくさん見れるから、運転してない時ってやっぱ寝ちゃうんだよね。なるべくこう運転してる方がよりツアーやってるとか、あーこんなとこあったんだとか、なんかそういうライブ以外でもそのツアーの楽しみがすごい多くて、そういう意味でも運転はやっぱ楽しいね。移動中の楽しみは、こう忙しい中でゆっくり聞けて、ね、いろんな人の新譜をひたすら聞き通す、メンバーの運転の邪魔をする、
申し訳ない。申し訳ない。多分みんなもストイックなキャラだと思ってるところがあると思うんだけど、俺的にはいい弟のような、音楽とかライブとかの話とかで一番話すかな。よくぶつかり合うけど、ぶつかり合いがあるから、なんかすごいよりいろいろ俺自身も得れる部分もあるし、お互いギャーギャー騒いでるけど、なんかすごい好きだなって思うかな。まああとなんか、まあ、ヨシもお酒入ると面白くて、いやマモーっつってなんかいつも気づいたら近くにいるんだよね。ヨシ好きっす。あっす。カラオケ行ったりとか。バイクとか、まあ、車でブーンってどっか行ったりとか、まあ、サッカーしたり見たりとかかな。あと友達と見に行ったりぐらいですね。本番の日だったら集中力を切らさないために好きな音楽聴いたりとか、トコトコトコって練習して、もう集中力をマックスまで持っていくようにしてます。はね、そんな実はね、好きでもなく、でも嫌いでもないかなっていうね。なんか昔全然飲めなかったんだけど、まあ今どんどん飲む機会がやっぱ多いから飲めるようにはなったけれども、ね、二日酔いとか大変だからあんま好きじゃないですね。怖いっすね、パッと見だけ。うん、すっごいいい人っすね。しっかり者。まあただね、打ち上げ番長なんでね、お酒飲んじゃうとね、もうすごい、キャラがね、もう面白いっていうか、うん、まあそこはちょっとご想像にお任せしますけど、うん、俺が経験して放った言葉がメロディーに乗って聴いた人の心にスッと入る。そのスッと入りやすいために喋るんじゃなくて、音楽で伝わりやすくすることがもっとできたらいいな。うるさいっすね。うん、いい意味で。すごいやっぱムードメーカーというか、すごい昔からもう十何年の付き合いなんだけど、いつでも周りのこと考えてんなっていうリスペクト、最高っす。それぞれのストーリーがあって、全くこう寄らない一つの線じゃなくて、並行して進んでいく線、三本の線で、俺もそこに並行して四本目の線があって、その並行して進んでるからこそオリジナルなものを作れるから、そういう意味でいい意味でつかず離れずなやつだなと。一言で言うと、
3人はやっぱなんかお兄ちゃんのような存在で、だからライブしてる時もツアーしてる時も4人兄弟でなんか旅してるって感じだし、もちろん兄弟喧嘩もするしっていう感じで兄弟です優しいお兄ちゃん3人に甘えてる末っ子みたいないつ山本と一緒にサッカーしてくれるんですか。やっぱね、山本がね最近劣化が激しくてね、足腰弱いから で今ちょうど夏で暑いから、秋に入ったぐらいかな、うん、ちょっとワールドカップも終わって山本のサッカー熱が冷めたぐらいに、うん、蹴ろうぜっつって。お前そんなの落ちまーす。落ちまーす。音楽してないときは音楽聴いてます。音楽聴いてないときはご飯食べてるか、トイレにいるか、寝てるか。トイレ行ったときも音楽聴いてるから、ご飯のとき、あ、ご飯とか聴いてるな。寝てます。ボードのストーリーまた繰り返す、焼きましてなく証しクリコード刻む、無残なラスト、それがハッピーエンド、目をこらすと両者対象様のストーリー、賢者注射伝道に笑い合って慣れまで同人化で味わうそれ凡人が途方に暮れてバカ目を選ぶ、右か左かの二段二手もできないファーストエスケープ。多分メンバーに話しかけることとか、友達に話しかけることとか、そういうことを書いてる。好きなものは好きなように好きなだけ。1回2回とツアーもらって、まあ、イエローフラッグがあって、ビリングハイアーがあって、なんかそこでこう使うんだ、オリジナリティ。オリジナリティをじゃあどうより深くしていくのかっていうのが、それがちゃんと伝わっていくのかっていうのが、まあ、この先なのかな、うん、まあ普通に考えたら、普通に聞いてたらもっとかっこいい、もっとやばい、それでいいけど、そこにやっぱり俺たちがワンページがワンページである以上は、ワンページの濃い、より濃い血液を濃いまま届けられるかが、俺らと同時進行で一緒に楽しめるようなこう空間っていうライブは、これからもどんどんがっつりやっていこうと思ってるんで、一日一日多分同じライブっていうのは僕ないから、一緒に遊んでください。焦り隠してる想像してる自分とずれる焦りと現状気づいて立て直そう駆け込んだ
される夜混乱する感情も思いも願いも全部つれて明けぬ夜に怯えるくせに明けた明日願い託した無理はわんだ25時おまんひとつ越え意味を求めたレナンセンスで思いも出せずかりまひる今日も